ザキヤマの顎が割れている理由は将来二人になるからで、割れていることは友達から教えてもらった。顔が大きいと言われることが多いが、本人曰く体が小さいということらしい。若手時代に有田がドラクエをしているとき、後ろから応援していたおかげでガヤのスキルが身についた。ザキヤマはコントや漫才のセリフが覚えられないということで、ほとんどアドリブでこなしている。ザキヤマは30秒あればどんな動物にもなれるということで、実際に番組で30秒でリアルなライオンになることに成功している。怒ることはなく、ファン対応も素晴らしく、たまたまエレベーターで出会った人に結婚式のお祝いコメントをしたこともある。街中でいきなりギャグやってと言われても、できる限りのマックステンションでザキヤマがあーくるーをしてあげた。